なんなら戦ってみるか。少し確認したいことがある。セバス、私に攻撃せよ。モモンガ様、よろしいですか。ああ、構わない。本気でかかってこい。死んでいただきます。バインズ様、申し訳ございません。死の支配者、オーバーロードに栄光。戦闘力は問題なさそうだな。なら次は。セバス、大墳墓を出てナザリックの周辺地理を確認せよ。プレアデスから一人を連れてけ。戦闘になったらすぐに撤退しろ。集まった情報をちゃんと持ち帰ってくるようにな。第8階層から侵入する敵がいる可能性もある。他の者は第9階層で警備しろ。承知いたしました、モモンガ様。アルベド、私の元まで来い。はい。うわ、いい匂い。匂い？ユグドラシルにはそんな機能ないぞ。ならば食感はどうだ？モモンガ様、アルベド、すまなかったな。ここで私は初めてを迎えるのですね。服はどういたしましょうか。自分で脱いだ方がよろしいでしょうか。それともモモンガ様が。これは強制的な鎮静交換なのか。こんな時に発動するとはな。モモンガ様、よすのだ、アルベド。今はそういうことをしている時間はない。申し訳ありません。よい、アルベド、お前に命じたいことがある。何なりとお命じください。第4第8を除く各階層の守護者に6階層の闘技場まで来るように伝えよ。時間は今から1時間後だ。かしこまりました、モモンガ様。もっと魔獣たちと仲を深めないと。侵入者が来たらうまく戦えないじゃん。侵入者に会いたくなんかないよ。舐めないでよ。新しいスカートに着替えたばっかりなのに。姉のアウラは男の子っぽい性格のビーストテイマー。弟のマーレは女の子の格好をしているマジックキャスター。それにしてもあのスカートちょっと短くないか。彼女らの表情や仕草、まるで本物みたいだ。あれはブクブクチャガマさんの理想のアウラとマーレなんだろうな。
いらっしゃいませモモンガ様、私たちの守護階層までようこそ。え、まああれモモンガ様に失礼でしょ、早くこっちに来なさいよ。わかったよ。お待たせしましたモモンガ様。少しばかり邪魔をさせてもらおう。何を言うんですか、モモンガ様はナザリック地下大墳墓の主人、絶対の支配者ですよ。そのお方がどこかにお尋ねになって邪魔者扱いされるはずがないですよ。二人は元気そうでよかった。元気です、でも少し退屈していました。ちょうど実験をしていてね。戦闘力の実験を手伝ってもらうぞ。わかりましたモモンガ様、お任せください。そうか、なら体を動かしてみるか。激しい戦いだな。この霧、アウラの精神系魔法か。俺に聞いてないようだが、アンデッドの特殊能力か。俺が持つスキルを一旦確認した方が良さそうだな。ご命令を、至高なる御身を、我らの忠義すべてを御身に捧げます。翼がさらに美しくなったわ。もう待ちきれないのですか。ご苦労アウラ。全然してませんよ。ほら、汗も全然かいてませんし。それがモモンガ様しか触ることを許されないという伝説のあれですか。そうだ、これこそがかのワールドアイテムに匹敵するレベルの最高位のギルド武器。すごいです。ユグドラシルでは魔法は浮かび上がるアイコンをクリックするだけでよかった。しかし今はそれが出ない。だけど自分の奥に意識を向けると魔法の各パラメーターがわかる。よし、この際スタッフを使ってみよう。今日は二人に手伝ってほしいことがあって来たのだが。サモンプライマルファイアーエレメンタル。戦ってみるか。いいんですか。